AKB48 最近聞いた3、2、1分、あ、いやいや3分見どころ劇場どんどん上手くなってきてるなちょっとやっぱもう慣れっこなんで、うん、すごい、はい、はい、というわけで今回はですね、あの新しいシングルのカップリングで、うん、なんと全チームの曲が嬉しい入るんですけど、はい、今回はチーム A の臆病な怠け者の MV を撮るということで、なんとあのギャップさんとコラボして撮るっていうことに、すごくない？普通にすごい、ギャップさんとコラボ可愛いよね。なんかそのメンバー その MV を見たんですけど、うんうんうん、なんかそのみんながやっぱギャップさんなんでパーカーとかちょっとラフな、うんうん、衣装ではないちょっとラフな格好で、うん、なんかよりねメンバーの可愛さも、うん、なんかいつもとは違った引き出し方されてて、うん、すごい可愛かったです。めっちゃ可愛かったな、うん、なんか色合いもすごい可愛かったし、うんうん、なんか MV もお店をちゃんと使ってやっていたりとか、なんか私本当に普段からよく着ているので、うん、私がコラボしたかった。確かに、ランも、ランが普段レッスンで履いてるの黒のテラノテラのズボン分かります？あ、分かる。あれギャップ。あれギャップ？ギャップ。ランちゃん出るべきやん。そう、とか飲んでないだと思ったんですけど、まあ、チーム A ではないから。あ、そっか、チーム K。 そう、チーム K はどんな感じに、ね、あるんかな。どんなやろ。でもないことはないね。あるかな。チーム A やったらあると願いたいけど。確かに、なんか森の中を颯爽と走りそうじゃない、チーム K っぽいのが。確かに、ぽいな、緑やし、うん、だから服とコラボしたらお洋服こう、あの汚れちゃうから。確かにな、断られるかも。そうですね、うん、適当に走ったやろもう飽きてる。飽きてない。私の話飽きてないよ。飽きてる。大丈夫。飽きてない、飽きてない。まあ、でも、うん、臆病な怠け者って、うん、あのタイトル初めて聞いた時にすごい、ね、結構トンチキソングかなって思ったんですけどでもね、すごい、うん、結構可愛らしい、うん、王道な感じの。そう、結構ね、もう題名とのギャップもすごいので、だからね、曲まだ聴いたことない方もいると思うんですけど、うん、そのギャップを楽しみつつ、え、うまっ1位いただきました、はい、ということで、はい、私たちのギャップも皆さんに知ってもらえるように、うん、はい、頑張っていきたいと思います、はい、ぜひ楽しんでみてください。見てください。ギャップ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 。